おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。本日から最終章です。いやー、やっと最終章まで来ましたね。第2章の方はね、なんとか2022年の間にねクリアすることができまして、今回2023年初実況となりますね。うわあ、このドキドキでずっと喋ってたらなかなか始められそうにないんで、もう早速やっていきましょうかね。チャプター、プレイするチャプターは最終章前編開始からでございます。では早速やっていきましょう。うわあ。はい。お、いや、聞こえているかい？これ誰だろう？聞こえてます。よかった、返事があって助かるよ。そろそろ知りたいんだ、君が関わったあのデスゲームについてね。そんなに小難しい話じゃないんだろ？お願いするよ。記憶をたどりましょう。ありがとう。誰だ？普通の女子高生、児童院サラと親友のタズナジョー。二人はある日突然、残酷なデスゲームに巻き込まれた。恐怖に負けず、他の参加者たちと協力する道を選んだが、高校教師、三島和美が最初の犠牲者になってしまった。もう殺し合いは止められない。残酷な多数決によって、主婦、佐藤海は死亡し、そして親友のジョーも、運命に抗えず死亡した。そうだよね。サラは幻影に心を侵されていった。心が壊れていく中、脅威は続く。さあ、ここで質問だ。そうだね、ここで質問されるわけです。死亡したのはどっちだと。今回、最初に言った通りね、デコさん生存の、カンナちゃん生存のルートでございます。そうだね。ってことで、ここでは、レコさんを選択と。やぶさめレコが犠牲、あ、危ない危ない。レコさんが生きてるんです。なので、やぶさめアリスですね。やぶさめアリスが犠牲になった？はい。その通り。犠牲になったのは、殺人犯、やぶさめアリスだった。どんなに脱出の希望をつかみかけても、敵は命をかけてそれを阻止する。再び始まったメインゲームで、美大生、絵心直は死亡した。さらにここで質問だ。ああ、死亡した者はどっちだ？そうくん、いえ、月見しんくんですね。日和そうが犠牲になった？はい。よし、よく覚えているね。誰なんだ貴様。犠牲になったのは自称フリーター日和そうだった。首輪を外し最後の力を振り絞って、そうはジョーの人工知能を呼び起こした。ついにサラは親友と再会し、長い悪夢から目覚めた。デスゲームはまだ終わらない。残り6人。6人か、はえー、マジか。6人か、少なくなったね。カンナちゃんかな、これは。いつもカンナはお姉ちゃんと一緒だった。お姉ちゃんが大好きだったから。でも、カンナは迷惑ばっかりかけて、あの時も何もできなくて恨まれてるって思った。でもあのメッセージで思い出したの。お姉ちゃんはきっと見守ってくれてるって、一人でもしっかりしなきゃダメだって。けどね、本当は知ってるの。あの文章は、
お姉ちゃんが書いたものじゃないって。知ってたの？そうくんが書いたものだって。カンナを守ろうとしてくれた人がいる。勇気づけようとしてくれた人がいる。だからもう、誰にも死んでほしくない。みんな、優しい人たちだから。君が死ね、多数決ですゲーム。うわ、ちょっともう泣きそうになっちゃったよ。いやー、そうくん。そうくん、あなたの優しさバレてましたよ。そうね、それを分かってたら、やっぱり、そうさんが悪い人じゃないっていうことはさ、カンナちゃんはもう十分分かってるよね。皆さん、まもなくこのフロアは閉館となります。閉館とかあんの？すぐに上の階へ進んでください。でないと首輪が。ああ、分かってるさ。サラさん、あなたはもしかして治ったんですか？幻影のことか。ずっと悪い夢を見ていた気がする。自分で作り出した幻影に勝手に苦しんでいた。でももう目は覚めた。私は、いや、私たちは、もうお前たちに負けない！はい。頑張ってくださいね、サラさん。ハンナキはどっちの味方なんだ、これは。さすがだね、サラちゃん。よく立ち直ったよ。自分の力だけじゃありません。そう。俺には最後まで分からんやつだったぜよ。利用されたり嘘ばっかりつかれたからな。でもカンナを守ろうとしてくれたのは本当です。そうだな、カンナ。もう自分が代わりになんて考えるんじゃねえぞ。いやー、レコさん久しぶり。レコさんが生きてる。ゾウの分まで誘拐犯を引っ叩いてやんねえといけないだろ。はい。それにゾウだけじゃねえ、ナオの分だって。うん。ナオさん、そのためにも今はできることをしよう。まずは次の回だね。首輪が作動しても困るし。脱出作戦は次の回に行ってからにゃん。絶対に脱出しましょう。今度こそ。カンナは明らかに変わった。強くなったと言ってもいい。そうね。最初はもう怯えるだけで全然お話とかもできないくらいだったもんね。犠牲があるたびに私たちは変わっていく。そうさ、みんなの死を無駄にしたくない。行きましょう、皆さん。あ、行こうか、相棒。行こうか。なんか久しぶりにみんなをやるからかわかんないんだけどさ、なんか喉が降りてきてない感じするね。ちょっと待ってね。よし、心の準備しました。先に進みましょうかね。の前にセーブしましょうかね。さあ行こうか。大きなドアがある。あれ、この先でいいのか。え、ちょっと待って、こっちってメインゲーム会場だったよな。こっちでもないもんね。だってこっちにしか行けないし、移動もないからここしかないよな。うん、行こうか。はい。おっとな、外ではないけども、なんか空が逆転している感じで気持ち悪いね。
これ階段を登っているのか降りてるのかわかんなくない？まあ、降りてる、いや違う、え？え、登ってるんだろうけどさ、あの雲が逆から生えててさ、なんかすごいこの空間、なんか明るい色が使われてるからすごい爽やかな気分にはなるけれども、違和感がすごい。前入った部屋とは別の場所だ。うお、なんじゃこの空間は。今さら驚くことじゃないわ。ただの映像だにゃ。あ、映像か。てか、この表情初めて見た。銀くんかわいいね。銀がすれた大人になっていくぜよ。まるで空を歩いてるみたいですね。もう進んでいくしかないかな。別に空が調べられるわけではない。こっちかな。階段の先には背景と同化したドアがあった。もう入ってみるか。まあ行くしかないでしょう。ドアを開けて中に入った。真っ暗だ。長い通路か。ああ、またなんか暗い場所に来ちゃうのかな。せっかく爽やかな場所だったのにね。みんな大丈夫？はぐれてないかい？大丈夫にゃん。しっかり前の人の服掴んでるわ。なるほどな。背中がぐさぐさすると思ったら銀の爪でよ。なんか仲良くなってんな。いや、誰だ、変なとこ触ったの。ごめんなさい、カンナです。あ、うっすらと明かりが見えてきました。さあ、どこに、お墓かにゃお墓にしては細長いか。なんだろう、霊、なんだろう、慰霊碑みたいな感じかな。あれは、はい、なんでしょう。細長い石のようなものが明るく照らされている。距離がつかみづらいが、かなり大きいぞ。お墓？誰かに調べてもらう。引っこ抜こう。もう物騒だな、サラちゃんな。発想がでも引っこ抜きたくなっちゃう、これ。よし、力いっぱい引き抜いてみよう。しかし石はびくともしない。なーんだ。それって石碑やないか？罰当たりぜよ、サラ。それにしても、なぜこんなものがここに？本当だぜ。人の命をもてあそんでおいて、死者の弔いも何もねえじゃねえか。おっと。これこそ、棺じゃないのか？これ、え？今まで死んでいた人たちの、死体が入っていますとかだったら、マジで悪趣味だと思うけど。またなんか明かりがついたにゃん。あ？え、これを調べればいいのかな？はい。大きな箱のようなものがある。九太郎さんより大きな箱ですね。まさかこれは、棺だ。宝箱だ。お弁当箱だ。もうふざけ倒してんな。お弁当箱だ。お弁当箱だ。どういうことですか？わからない。だが、お米がパンパンに詰まっているかもしれないな。それはそれで理解できなくて怖えぜよ。開けるべきだろうか、これ。なんか人入ってそうで怖いけど、開けるしかなさそうですな。とても大きな箱のようなものがある。開けてみようか。開けましょう。箱の蓋をゆっくり開けた。さあ誰が出てくる？あれ？ソウさんではないな。でも、ソウさんと同じマフラーだな。これはあれじゃない？カイさんがさ、調べ上げてたさ、レポートみたいなやつに書かれてた、緑の男、じゃない？本物の日和ソウなのでは？これは、人だ！人が入ってるぜよ！一体、誰が？怖い、怖い、これで目開いてたら、ああ、開いてなかった。よかった。これで目開いてこっち見てたらめっちゃ怖いなと思っちゃった。こいつは、おっと？いや、また箱が増えたわ。一体これは、どういうことぜよ。え？なに、怖い怖い怖い。え、こっちは？棺には緑髪の男性が入ってる。彼は一体、え、こっちも調べなきゃダメ？とても大きな箱のようなものがある。お弁当箱が二つになった。嬉しいね。こっちにはおかずが入ってるのかな。開けてみようか？開けよう。箱の蓋をゆっくり開けた。
やっぱり人が。あ？あれ、このスーツって、ん？違うかな？なんかこのスーツっぽい人いたよね。めちゃめちゃ見覚えあるんだけどさ、あれじゃね、あの、第2章の、あの、犠牲者のディスクを見る前に、あの、最初にあの、モニターに映ってた人、あの、サラリーマンみたいなメガネのさ、人が着てたスーツもこんな色じゃなかったっけ？違うっけ？あ、ほら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 ！イェーイ！にゃー！このメガネの人、どこかで見たことあるわ。これこれ！犠牲者のビデオ、最初の試練で亡くなった人だ。そうだな。斧で頭を。それにしては外傷が一つもないよね。ああ、増えた増えた増えた。うわー、おお、多いねー。おお、たくさん棺が。いやー、どれに何のおかず入れてるんですかね。うん、じゃあちょっと手前から調べていこうか。棺のようなものがある。中にはピンク髪の、ん？ピンク色の髪の女の子が入ってる。あれ、私か？カンナと同じくらいの歳の人でしょうか。ってことは私じゃないわ。中学生ではないからな、さすがに。棺のようなものがある。中には学ラン姿の男の子が入っている。いや、生きてたら返事するわ。ギン。学ラン？あれかな？あの、白髪だった子かな？なんで俺が死ぬんだ？痛くねえんだぜ。へへって言ってた男の子かな？棺、え、これみんな犠牲者ってこと？中にはフードをかぶった女の子が入っている。あ、これもあれだよね。あの、2章の前編かな？ 2 章の前編の犠牲者のビデオで、見た女の子じゃない？フードって。あの、なんかちょっと、ノエルとかが着ててもおかしくなさそうな服を着てたみたいなさ、感じの人。このフードは、なんか死者の服装を身につけるの趣味なんだ、みたいなこと言ってたよね、ノエルね。中には大きな帽子をかぶった女性。これは最新じゃないか。あの、最新の犠牲者のディスクで見た、あの、どっちの弾、どっちの銃が弾入ってないですかね、みたいなゲームやってた人。かな？くそ。ここは墓場かよ。で、あとこれか。棺のようなものがある。中には青い髪の男性が入っている。青い髪は、覚えてる。あの、サムネにしたから覚えてるわ。あれだ、壁と壁に挟まれて潰されちゃった人かな？多分。こいつも最初の試練の犠牲者なのか。うん、全部調べたけれども。うん、あれ全部調べてない？ああ、もう一度調べるべきか？体に触ってみる。気になるところを探す。やめる。気になるとこ探す。気になるところはどこだろう。箱の蓋をゆっくり開けた。いやー、これでほら、今度絶対目開けてるって。絶対こっち見てるよ。どこか、怪しいところは。うわ、怖い！思った以上にしっかり手が伸びてきた。その人、動いた！え？うわあ、みんな動いてらっしゃるね。これ、全部、そんななんか石みたいなやつ、全部壊せるんですか？すごいですね。え？これ壊れた？全部。あ？うわあ！ねえ、びっくりした。なんで私の名前知ってんだよ。え、どうしよう。悩む。はじめまして、サラさん。真っ暗な中ごめんね。驚かしちゃったかな。死体じゃなかったぜ、貴さん。この通り。元気ルンルンさ。楽しんでくれたかな。楽しめるわけねえだろうが。なんなんだよ、お前。あれ、やっぱり覚えてないか。全然いいけどね。僕は今回のフロアマスターだよ。よろしくね。フロアマスターなの？ピオリソウさんが？そう。フロアマスターだって。うん、棺で5時間も待ったんだ。じらすなんてひどいよ、みんな。
さあさあ、もっとこっちへ集まって。時間はないんだ。そろそろ紹介させてもらうね。今回、君たちをサポートする人形たちを。人形たちね。人工知能が植え付けられてる精巧な人形たちがいっぱい出てくるってことですかね。うわあ、みんな見た。みんな犠牲者のビデオで見たけど、あれ左の子って見たっけ？あれ左の子の見覚えない。な、これは。うわあ、まさか、まさか喋ると思ってなかったな。どうしよう。あの、犠牲者のビデオとかディスクでやった時の声を覚えていません。なるほど。ちょっとあの、キャラクターを理解し、定着するまでにまた時間がかかるかもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。最悪な寝覚めね。やってらんねえよ。こいつらのサポートなんて。まあいいじゃねえか。で、どいつが俺の相棒だ。相棒？ああ、いや、もうサラちゃんの相棒は刑事さんって決まってるんですよ。あなたはお呼びでありません。こら、正確にはご主人様でしょ？君たちはサポートなんだから。待ってくれ。サポートって、彼らは。ははは。紹介するよ。彼らは人呼んでダミーズ。誰とも出会えずに死亡してしまった悲しき犠牲者さ。キャー、サラちゃんかわいい。安心して、私たちは味方だから。私の名前を、なんかこの人思ってた以上にメルヘンチックな感じの子だったんだね。もちろん彼らは人形だからね。必要な情報は先にインプットしておいたよ。こんなの、死者への冒涜だ。家に帰らせてくれ。今さらあがいても無駄。今回みんなには、ダミーズとペアを組んでゲームに挑んでもらいまーす。ペア？では、運命の赤い糸、作動！誰だろう？この中からサラちゃんのペアが、なんかランダムで選ばれたりとかするのかな？ちょっと予想しようか。ピンクの子は、カンナちゃんと組むと思う。で、パン屋さんみたいな帽子かぶってる子は、銀くんと組むんじゃない？で、レコさんと、フードかぶってる人、いやー違うな、面白そうなのはあのメガネの人とレコさん、もしくはアリスさんが組むことな気がするから、メガネとレコさんかな。で、あのフードかぶってる子は、キュー太郎さんかな。あの青い髪の人と刑事さん組んでほしいっていう私のなんか願望があって、ってなると消去法でサラちゃんはあの白い白髪の子、いやどっちかな、フードの子か白髪の子がサラちゃんのペアになると思うわ。首輪が、お、あらららららおー、やったーやったーって。これなんか、いいことなのか悪いことなのかわかんないけど喜んじゃった。これは、まあ、この白髪の子とペアになるってことだよね。赤い運命の糸で繋がれた人が、今回のペアさ。全然違った予想と全然違った。子供か。いいぜ、守ってやるよ。俺は車田だ。あ、名前聞いたことあるぞ。名簿にあったな、車田。車田直道だ。あれ違う？また全部、もう、多分予想全外しですね、これね。キャー、キュー太郎さんがご主人様ですね。私、舞です。仲良くしてくださいね。おぉ、そんなノリで、演歌じゃ。うわぁ、へぇひなこ。中学生くらいか。君も大変だね。うわぁ、そっか。
あ、ここかー、くそー、悔しい。なるほど。あれ、じゃあこの白髪の子以外全外しでは私。レコさんですよね。高校生のアンズです。ああ、わけわかんねえがよろしくな。私は早坂だ。参ったな。相手は子供か。ああ、でもこれはこれでありだな。あの、銀くんに振り回されてほしい、この人。この人も早、この人、早坂さんか。なんか見覚えあったかな。ちょっと覚えてないな。参ってるのはこっちは。サラだっけ。俺はランマル。お前と同じ高校生。高校生か。よろしく、チェンジでって。あー、チェンジでって言っとくか。チェンジでお願いする。はぁ、速攻で拒否ってんじゃねえよ。偉いぞ、みんな仲良くできそうだね。じゃあ最後に、僕も自己紹介するよ。日和荘、殺人鬼、やぶさめアリスに殺されたかわいそうな人形さ。と言っても、日和荘は僕にとっても過去の名前だね。だって、シンが大切に使ってくれたんだもん。今更名乗る気なんてないよ。月見シン、私たちの知る荘さんの本当の名前。日和荘という偽名は彼から取ったんだ。かわいそうなシン。僕は本当に、本当に悲しいよ。どうせ死ぬなら、僕がこの手で殺したかったな。なんてこと言うんですか。怒らないでよ。君たちに僕の愛情は理解できないんだから。愛情？この人どこか蒼さんに似てる。でも何かが決定的に違う。蒼さんはいい人だったから。心は自分の身をね、守りたくて必死だっただけで、ソウさんはちゃんと心の中はいい人だったけど、この本当の日和ソウと名乗る男は、なんか目が怖いもん。目が笑ってないもん。とにかく、呼び名がないのは不便だよね。ねえ、サラさん。君が代表して僕に新しい名前をつけてよ。あー、名前つけられるんですか。あー、そうですか。なるほど。ちょっと待って。これは悩むぞ。怒られそうだからちょっとやめとくか。なんか私マリモって名前好きなんだよね。なんか他のゲームでもなんかマリモって名前つけてた気がするわ、誰かに。せっかくだから面白い名前つけたいんだけどさ、これ君が死ねファンの方々に怒られちゃうよね。どうしようかな。デフォルトで緑さんでもいいんだけどさ。なんか、こういう名前ってさ、ちょっとふざけて呼びたくなっちゃうことない？私だけ？くだらねえ。どうしよう、これ名前で悩んじゃうな。名前で先に進めない。お前がピオスになるんだよ、とか。そしたら私がフロアマスターとしてサラちゃんたちの敵にならなきゃいけないからダメだわ。私はサラちゃんの味方でありたい。今考えてて思ったけどさ、これ自分たちのその生きてる人たちとか、この出てきたキャラクターたちの名前にしたらどうなるだろう。ちょっとやってみようかな。まずサラ。自分と同じ名前をつけたいの？気持ち悪いね、サラさん。ダメか。やっぱそういう風な感じになるんだな。ちょっといろんな人のやってみたいな。これどうしようね。おまけとかにする？パパ。逆にママ。ママって呼びてー。みんながこいつのことをさ、ママって呼んでるとこ見たくないですか？ちょっとしばらくはママで行こうかな。これでね、もし緑でそのまま進めてほしいですとか、この名前かっこいいんでこれでどうですかとかがあって、ちょっと私が、お、いいじゃんって思ったら、それで行こうかなと思うんですけど、しばらくちょっと飽きるまでママで行こうかなと思います。ママか。いい名前だね。本当にそれを名乗っていいのかい？いいよ。君がいいならいいよ。
ありがとう。素敵な名前をもらえて嬉しいよ。それで、今回はどんなことをさせる気かな？待ちきれないよね。安心して。すごく簡単なボーナスゲームだよ。ほんとかいママ。嬉しいよママ。力を合わせて、ある標的を殺してもらうだけの、いわば狩りさ。殺してもらう。何を殺すのかな？なあ！方法は自由。撃っても刺しても殴っても締めても何でもあり。間接的とはいえ、もう何人も殺してるみんなにしてみれば余裕だよね。ざけんな！殺すって、誰を？標的は篠木刑事。なんちゃって。ふざけるのも大概にしてくれよ、ママ。刑事さんを殺すなんて絶対許さないからな。ドキッとしたかい、サラさん。冗談に決まってるよね。仲間を殺させるなんてさ。話を進めて、鬱陶しい。騙された。鬱陶しい！フロアマスターの割には鬱陶しいんだな。怒ったサラさんも可愛いってホエミーが言ってたよ。標的はママさ。つまり僕を殺せばいいんだ。ママを殺すなんてできないよ。だってママだもん。ダメダメ、二度は言わないよ。さあ、サブゲーム、人殺しゲームを開始しよう。極上の殺意を待ってるよ。待て！説明は終わりなのか？あの人を殺す？いいのか？今のが一番のチャンスだったかもしれねえぜ。なもん、急に言われてできるかぜよ。多分あいつ、このフロアの一番奥まで逃げてったよ。仕方ないか。まず私たちが持ってる情報を君たちに提供するよ。まだ他にも情報が。そうなの。あいつ面倒いから詳しい説明は私たちがしろってさ。どうやら、話を聞いた方がいいみたいだね、サラちゃん。はい。じゃあ一人一人に話聞いていきたいところなんですけど、今日はこれくらいで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。ちょっと名前を考えるのにすんげー時間かかったんで、だいぶカットして、いい時間になってることを願います。でね、まさか、この、なんだっけ、ママが言うには、ダミーズだっけか。このダミーズとペアを組んで、このママを殺すというゲームをやるみたいですけども、まあ、この人たちがどういう人たちかもまだわからないし、一応警戒はしといた方がいいかもしれないね。あっち側が用意してる、やっぱり、人形なのでね。もしかしたら嫌な性格になるチップとかをさ、埋め込まれてる可能性だってあるじゃない。だからまあ、そのまま信用はせずに、一応ね、仲良くなってったら、あ、このキャラ好きってなったらもうコロッといっちゃいましょうね。ってことで、また次回、おつぴよでーす。